ピカピカありがとうポップコーン、ハートありがとう、こんばんは、こんばんは、バイキングライズもやるんですけど、また後でにしよう。もうちょっと経ってからにしますね。出た、嘘だよ。ありがとうございます。嘘だよ。レッスンの時もそれしか歌っとる。ここはと私とちほちゃんそれしか歌ってない。クリックリック、これ難しい。一回でできない。クリック見ないです。こんばんは。ニコ生で見てたよ。お、ありがとうございます。ニコ生だと見れないな。アーカイブ見れないな私。送られてこないから見れない。どうですか。ギフトありがとう。こんばんは。こんばんは。初訪問ありがとう。でチコン余韻、もう余韻に浸る間もなくピヨコン、次ピヨコンの練習が始まってるので。次はピヨコン。今日はメイクしてないですよ。日焼け止め、もう夏なんで。この世の中もう夏だから、レッスンの時、レッスンだけでも日焼け止めの下地は塗るようにしました。してますけど、そう、日焼け止め下地、日焼け止め下地だけ塗ったらなんか白くなる。いいね。大事すぎ。日焼け止めを塗って出かけようって感じすぎる。もう最近は一位ランさんかもしれんやめて。嘘だよ。嘘だよがいっぱい来てるけどね。信じられんや。でもね、え、ランちゃんに見えるよ。ここの、え、マジランちゃん、ランちゃん、ランちゃんに見えるよって
言ってくれる。長一瞬長くしてた時期の。こんな茶色かったっけランちゃん。一回調べる。ランちゃん茶色だった？はあ、茶色だ。出てこんな写真が。まあ茶色やけど長くしてた時のラーちゃんに見えるよ。わかん見えるか見えるかよ。うんうん似てないっちゅうねん。なんなみやーい。嘘だよ。ありがとう。ありがとう。よくわからんけど。タコ。髪似合ってますね、だって。アラキチー。なんだって遠い席だったのね結構近かったけど、結構私には近く感じましたけど、まあ間に合ってるでしょ間に合ってるでしょ。まあ黒着たら分かりやすい。もう黒くないか。真っ黒い服着たら分かりやすい。いい色でしょ。こんばんは。でアリサカンパニーの商品見逃さないで購入させて。いや次いつできるか分かりませんけどね。もうこんばんは。ロニーはたたきが一番分かるけど確かにチャビー持ったら分からんくなる。逆にありがとうございます。なんなみやいて。でもね、色が落ちたかとか言われても全然わからんのよね。自分では。光に当てて。ランラミヤーイ。明日より今日よりハイヤーララ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 リーファイリーファイ。あんま変わってない。なんかね、逆に暗くなった。え、暗くなることある？時間が経ってだんだん暗くなることないよね。だんだん明るくなるはずなんですけど。飛びすぎ。白飛び。これが染めたての色からの同じ
アプリで同じ光で撮ったらこうこれとこれなんかこっちの方が明るくね。染めたての日の方が明るくねって感じ。そんなことある？ピカピカありがとう。ツホーもありがとう。なになにあーい、なになにあーい、ちょちょちょ、久しぶりありがちょう。やっほーい、ありがとうございます。こんばんは。ギフトありがとう。スピン見たいってスピンだっちゅうねん。スピンだっちゅうねん。今リップと日焼け止めしたじゃん。やったけど、こんばんは。レターありがとう。レター、髪色いい感じすぎる。本当天才じゃん。天才じゃん。天才じゃないですか。でも自分でもいい感じすぎる。と思ってきたよ。確かに黒髪の方が良かったっていう意見は、聞かないですよ。だってこっちの方がいいじゃんって感じだから。自分的にも客観的にも。スタジオ頑張ってね、ありがとう。また見に行きます。嬉しい、すねさん嬉しい。ぜひね、道の半の方もスタジオの成長を見守りに遊びに来てほしいです。スタジオ公演には私が道の面影を醸し出すんでね、いるかもしれないしね、スタジオ公演には道が。普通に何も言わずに立ってるかもしれんし、ぜひ見に来てくださいね。みそかつさん、ハートありがとう。今入院してるの。なんで大丈夫。何があったんですか。嘘だよ、ありがとう。
嘘だよありがとうっておかしくね。さすがに見に行く。おお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 おしれっと立ってる、立ってる可能性は全然あるんよ、日中が。お、コーラさんフォローしました、ありがとう、ギフトもありがとうございます。嘘だよ、初訪問ありがとう。でもマジでね、タイムリー、さっきまでねめっちゃ考えてた。やりたい曲がね、なんかありすぎちゃって、ありすぎて逆に困ってる。とりあえずさ、なんかやりたい曲メモしとこうと思って、スタジオでね。そういえばありすぎて困っちゃって。とりあえずまあ愛さがやりたいだけだけど、いっぱいメモしました。しました、ありがとう。ピカピカありがとう。テリ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 、こんばんは。トトリトトトト、フォローありがとうございます。あ、そういえば急になんですけど、明日の ST48 チャンネルに出ます。出るっぽです、出るっぽいです。久しぶりというか、レアレアというか、呼ばれないですからさ、てーちゃんに呼ばれないからさ、びっくりしちゃって、ツイッターで知りましたよ、普通に。みーひん、ミーヒン見送り要因ですよね。ミーヒンの卒業、ももちゃんの卒業で2期も2人いて、みーちんの卒業、わしとましちゃんかながいる ST チャンネル、明日何時からだ。ちょっと待ってくださいね。7時からの予定でございます。ぜひぜひ見てください、お願いします。フォローしました、ありがとう。みちゅの卒コン見て、そのまま会員の方を見てください。トゥルトゥル、デリ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 、ピカハートありがとう。したスマートマ、スマホ止まる俺にどうしようしないんやけど、なんで。それは知らん、全く知らん。
明日スマホ止まるということ。うん。STU チャンネル予約したありがとうございます。見てね。見てね。チャラチャラチャンチャラ。生徒会長。生徒会長。うわない。中学生。中学生は人多かったし、人数多かったし、あれ存在消してたからさ、中学生はそう影隠してたから、そういうのやらない感じでしたけど、小学生の時あるよ、学級代表、生徒じゃない、学級代表、しかも自分から立候補した系じゃなくて、なんか推薦系みんなに投票されて系、支持者そういう系やれみたいな、人気者みたいな、そっち系で、まあ渋々賞はなしやるかみたいな感じでやったことありますけど、立候補はするわけないって感じ、マジ立候補はするわけないって感じだけど、投票しましょうみたいな感じで、なんでか知らんけど私に票が集まってやらされたことはあります。ピヨコン行くから、おおピヨコン期待しててくださいね。ピヨコンは絶対に来た方がいいですよ、本当に本当に STU 史上一番可愛いコンサートです。もう今までもこれから先も多分っていう史上一番可愛いです。なので絶対に見に来た方が良い、絶対に見に来た方が良い。こんばんは、ピカピカありがとう。花だれいくね。お、今週のミーヒン卒業公演お待ちしております、お待ちしております。私は兵庫にいますので、ももちゃんのやつはいないですけど、ももちゃんのやつは清水さんが出ます、私は名品の方に出ます、よろしくお願いします。質問もありがとう。アイサが着るドレスってなんやねん、着んないけど、なんでアイサドレス着んねん、おかしいやろ。でもアイサも、うん、卒コン2を合わせといたしましては、二の腕痩せよ。もうね、ピヨちゃんにとある衣装を着るよって教えてもらってたから、マジでってなって、その日からちゃんとちゃんと二の腕痩せやってます。YouTube 見ながら、二の腕痩せはやっております。
ていうの、エステの衣装じゃなくて、そう、あれ着れるやつがあるので、えっマジでそれはやばいって感じで始めております。それが一番怖い、心配です。心配です、本当に。うん、まあまあ、ココアの総効果当たりました、指定席で。おお、ねえココアちゃん、ココア、マジココア分からんけど、何をするか分からんけどさ、何をするにでも、なんかココアのやつやばそう、泣けそう。ガチ悲しい、ですぐ会えないじゃん、もう。すぐ会える距離にいるっていうのとさ、すぐ会えない、結構でかい、その差でかい。めっちゃ似てる、嘘でしょ、嘘、どこら辺が似とんやろ、似てないやだよ、うん。ネックレスつけてみて、ちょっとなんか開いてる、ここ寂しい。ここは寂しいやん、なんか開いてたっけ。気になる転校生の美しい、だんだん気になってくる、そういうやつでいるじゃない、まさか恋とは違う、レララララララ、だんだん気になってくる、そういうやつでいるじゃない、恋とは違う、不思議なドキドキ、え、ここもね、マジでマジで見送り行きたいけど。でも広島空港じゃないですよ、東京羽田とかじゃない、マジでお見送り、お見送り行きたいですよ。シリナドキドキ、あ、そろそろあれを、あれを、ファイキングライツを開いていただいて、皆様バイキングライツのね、ミッションが、ちょっと待ってくださいね、一回ですか、これを14、はあ、もう足りないっつーの、
あった。ディアス。やっております。5何億だったっけなんか数がでかすぎてちょよくわからないけど、目標までまだもうちょっといるらしいです。ポイント数が。なのでぜひ皆さん戦力を上げてもろって。あいさ今76万戦力。これ200万とかどうやっていくん。みんな200万を目指すんでしょ。むずない。200万って100万いた。マジで、マジで目が変わった。なんでカラコン。無課金で200万無理やんね。無理やんね。いろいろ受け取ります。10円受ける。やめてやめてもろて。1000万超えてる人もいる。マジで頑張ってほしいそれはマジ頑張ってほしいんやけど。それでですね、私のチャプター26ニュルングの頭を10人倒すっていうので、あと3人ね倒さないといけないんですよ。ニグルンなんとか、このみんなで倒しに行くやつをあと3人倒すので、ゲーム入りましたか。そのクランの方は倒しに行きますのでお集まりください。戦争起こします。私が。あれどうやったっけ。どうやってるんかいね。始まっとる。もういけあとありがとう。私が始めましたので集結集まってください。まさか恋とは違う喉鳴りすぎないけど出発。今戦いに向かってます。ゾロゾロ一並べ的な、いや一並べよりも
ややこくてむじゅい。こんばんは。ゾロゾロとこのエビみたいな怪物を倒しに行きます。戻ったらもう一回また行きます。あと私のこのミッション的にはあと2人倒さないといけないので、ニグルンなんとかあと2人倒さねばなので、また集まっていただくれると幸いです。帰ったぞ。レベル1、レベル2行ってみる。レベル2で行ってみます。集結。集結をお願いします。集結集合集合。集合できたんか。出発、戦いに向かいます。お、美人になって嬉しいね。やっほー、久しぶり。焼肉まで最近行ってないね。なんか家でするスタイルしか最近やってない。なのでマジで焼肉のために頑張ってます焼肉のためにゲーム頑張ってます。なんかもう最近家族、特に家族とかだったらさ、家族でやるってなったら焼肉屋さんに行くっていうよりかはさ、肉だけ買ってきてまず家でやってる家でさやる気マジで行ってないんですよ。レベル2と戦ってます。なので焼肉券ゲットするぞ。頑張りましょう。焼肉券をゲットするじゃん。
リン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 。レベル2と戦ってるから長い戦いが長い。君が好きだ本当に好き。おいホトリャン勝ちました。ありがとうございます。皆さんご協力ありがとうございます。ラストもう一回いきますのでよろしくお願いします。ギフトゲット。家に帰る帰ったらもう一回始めます。ええ、勝ちました。あ、帰ってきた。レベル2でも勝てるからレベル2にしよう。1じゃなくて、え、どこにある？ 2？ レベル2のエビさん、エビさん、これにしよう。集結、集結お願いします。ラスト、ラストいきます。ラストかしらラストかしらを倒しに行きます。ご協力をお願いいたします。出発進行。日本ピカピカありがとうございます。ピカピカピカチュウ。でこのさ、クセクセなのよ。この髪の毛もめっちゃまっすぐにしてるはずなんだけど、ピュンってまっすぐにしとるはずないけど、なんかこんとくせ、髪の毛のくせすごい。
生物も懐かしい。つむつむ懐かしい。もう結構序盤でやらんくなった。つむつむほんまにね、ゲームやらんのよ、ね、ほんまにすぐ飽きる。ほんまにね、すぐ飽きる。なかなか加点ゾーンに行ったりとかしたらすぐやめる、やめてしまいます。わわスイカゲームはだってスイッチ持ってないもん。ゲームやらんすぎてスイッチとかもやらん、持ってないからハマりようがない。スイカゲームよく YouTuber の方がなんかやってるところを企画にしたりしとるけど、それはおもろい、見とっておもろいけど、自分がやるってなったら多分すぐ飽きると思う。なんだこれって感じになって、戦ってます。持ってないよ。マリカーね、マリカーね、やったことはあるけど、そのスイッチ持っとる人のとこ行ってやるのはやったことあるけど、マジ弱い、やらんからマジ弱い。ふふ、マリカーとかもさ、絶対さ 3DS の時の方がなんかやりやすかった。スイッチむずない、分からんけど。 3DS を持っとったよ、小学校の時。 WiiU はカラオケしか持ってなかったし。うん、スイッチは持たないです。勝ちましたー、イエーイ。勝ちましたべー、イエーイ。フォローしました、ありがとう。というわけで、皆さんのおかげで頭を10人倒すっていうチャプター完了いたしました。ありがとうございます、イエーイ。あとはね、一番なんか 何かわからん、何かよくわからん、しかも時間がめっちゃかかる、このこれを取りに行くっていうやつが残ってるんです。行っても行ってもこれ足りないってなる。はあ。ため息が出るぜ。まあ、まだこれはさ2時間後とかだからあれなんだけど、今狩猟本部をやっとレベル17にできてるんやけど、なんとあと4日かかります。狩猟本部でレベル17まであと4日と12時間とか、もうふざけてんじゃね。マ
ふざけてるやろ。4日とか意味わからんねやけど。ヤバ主義。ゲームしましょう。ゲームみんなやってくれてるよ。飼育場から豚が脱走しとる。見てこれ、ここが小屋なのにこの人の豚かなんか知らんけど脱走しとる。あと何をすればいいかわからんのよ。でも研究訓練と研究は常にやってるけど、あ、病院戦ったき病院で直して。あと特に何をしたら強くなるのかっちゅうのが全然わからない。ライバーは62,000。になりましたけどって感じ。敵は全部倒しました。なんともびっくり。なんか研究をさ全部やらんと倒せないよみたいな、ここのさ4日とか3日とかかかる研究を全部やらないと倒せないよって言ってたあのコウモリみたいなやつ倒しましたのでいなくなりました。やけん倒す敵がおらんくなったんよ。どういうことなんやけど、これってもうこれ以上この霧が晴れて領地みたいな広がることはないんですか。もう全部の敵を倒しきったんでございます。一応終了が来る。チャプターは今すぐにできないやつだからまだ2時間ぐらいはできないです。これ
はぁ、って感じ。アリーナに入れます。いい。まだ続くんですか、これ。あとは特に何をしたらいいのかっていうことが全然わからないんですよ。これってマジで時間1秒も無駄にするな系じゃん。一気にできるところはやっとけ系だけどさ。そう、無駄にしてそうって感じではある。なんか無駄にしてそう。研究は常にやってますよ。感じで今私は76万5千です。これみんなで合わせて8億、8億だったっけ、何億やったっけ。じゃあなー、8億を目指す企画、ゲーム企画になってるので、私の力だけじゃ76万でとどまっておりますので、皆様のお力を貸してくださいませ。1円も無課金で、課金しなくても70万はいきますのでね。これは何人も集まれば5000じゃない、8億いくでしょう。あ、え、そうなん、エビいっぱいやったら加速たまる、加速アイテム。シールド8時間、攻撃を受けなくなる。え、シールド8時間やっとこう。でもよくわからん加速アイテム。あ、訓練と治療、訓練と治療の加速しかさくれないんだよ。加工、加工訓練と治療の加速しかくれん。研究と建物建てるやつの加速をくれ。それぞれの小さな村の建物やってるよ。ちょこちょこ、あれ、こういうやつ、レベル5とかにはしてます。ちょこちょこ、4とか5とかには上げてますね。だいたいどこも。え、このちっちゃいとこ15とかできる？そんな。
そんなに。でもこれってなんか建設1回でできるやつが決まっとるよね。1回で建設できる人の数。うん、ちょっとずつしかできんからな。ダメですね。感じで終わる。できました。今できることはできました。というわけで、ニューランとかエビ退治が無事にできましたので、またまたバイキングライズ配信もやります。まだこのゲーム、アプリ自体入れてないっていう方でも、あと2週間ぐらいイベント期間あって、まだ大丈夫なので、ぜひ。ぜひお待ちしてます。ゲームをダウンロードして、URL から、X の URL からダウンロードして、遊びましょう。よろしくお願いします。ではランキング読みます。13位ひろたんたん、12位アリンコ、11位ほしみつさん、10位あやさん、9位でもエイトさん、8位キモツンツン、7位バンジャラさん、6位しゅんいちさん、5位ピオネさん、4位そうちゃん、3位にゃ、2位ケルちゃん、1位はドゥルルン、ミスミさん、かわいいおぼと、ありがとうございます。ありがとうございます。では明日は STU チャンネルがあるっぽいのでSTU48 チャンネルに出るっぽいので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。では終わります。今日もお疲れ様でした。おやすみー。